それぞれの皆様方のお立場、これまで検討委員会に関わられた中でもですね、さまざまなお立場からさまざまなお考えを伺いながらですね、合わせて皆様からいただいたご意見に対するお答えもという形で進めさせていただきたいと思っております。私も基本構想の作成にですね、携わってまいりました。でこの基本構想に対する思いは3つほどございました。一つはですね、先ほど来から、横張先生の方からもご報告がありましたように、追悼と伝承という点、この点が一つの思いです。で3月11日の大津波が来ましてですね、たくさんの方が、お亡くなりになられました。でその中で私ども災害対策本部の中でですね、津波の方々が捜索活動とかですね、そういうものをやっておりました。ところが次の日、原発の事故が起きまして10キロ圏外に避難してくれという指示が出たんですね。それで捜索活動ができなかった住民、その時に11日の夜半ですけれども、助けを求める声が非常に多かった。屋根の上に上がってですね、うちの消防団が助ける助力をしていたわけですけれども、そういう場面が非常にありましてね、次の朝すぐに捜索活動して助けをに行こうということの計画でいたんですけれども、原発の事故によってですね、そういう悲惨な目に遭いまして10キロから30キロとずっと避難していった、そういう思いがあります。したがって、助けられない命も、残念ながらあったなということで、全くこの悲劇ですね、そういうものが起きてしまったということを、これを忘れてはいけない、そういう追悼の意味、そういうものをですね、後々の方々までやっぱりつないでいかなくてはならないなというふうに思っています。でそれから2つ目は絆の維持です。これは私どもの町民やっぱり広域的避難でもバラバラになってますので、全員が避難しておりました。新たなコミュニティがなかなかできない、そういうものを作る必要がある。で避難し続けている町民もですね、難民に対する思いアイデンティティは持ってます。例えば慰霊碑を作りましたけれども、やっぱり慰霊碑の中にですね、小さな子どもさんを連れてお墓参りに来たり3月してました。そういう形でですね、町民の方々の絆をつなぐ場所、これがやっぱり復興記念公園の一つの役割ではになってくるのではないかなというふうに思っています。それから3つ目です。これはやっぱり発信ですね。この復興記念公園を通じて福島県内はもちろん日本全国世界にやっぱり発信していくような場所、そういうような形でできればこの復興記念公園にですね、来ていただいて、なんて言いますか、追悼の場所、そういう形のものでですね、なんとかその人が多く訪れてくれるような場所になっていければいいなということです。で、この3つ、を、そういう思いでこの復興記念公園についてはございました。私どもはフラワーロードを作っていこうと、復興記念公園につながるようにですね、フラワーロードを作っていく。でそのために柿栽培のですね、施設整備を今考えております。でこれから、農林水産省の方々といろいろと話をしてですね、どういう花がいいのか、ナミの花はコスモスですけれども、それ以外のですね、観葉植物になるような花、そういうものを企業であっても結構だと思うんです。それからうちの町民の方々がそういう形のものをやっていくというような形のですね、施設をとにかくいずれにしても整備をして、復興公園の方にその花をですね、なんとか供給もしていきたい、そのようなフラワーロード、フラワー作り、そういうものをやっていく、
そういうことです。それから私どもは震災前はですね、パークゴルフ場が近くにございました。で、健康管理のためにですね、やっぱりパークゴルフ場、これは公認コースだったんです。なんて言いますか、日本で大会がやれるようなですね、公認コースだった。で、非常に盛んでありました。で、そういうことで、できればですね、復興記念公園と合わせながら、そのパークゴルフ場も、作っていきたいということです。で、それから私ども漁港があります。請戸漁港。今年の2月25日に、26隻戻ってまいりました、漁船が。ですから、この漁港と復興記念公園のコラボ、そういうこともですね、考えていきたいなということです。で、それからその復興記念公園と位置づけながらですね、津波被災地にあった方々の住宅、これを高台に作る計画で、その復興記念公園のそばの方にですね、高台移転の住宅を作っていく、そういう政策を今考えています。で、最後にですね、国のイノベーションコスト構想に乗っ取った形で、海岸沿いにはですね、ロボットテストフィールド、これを作ります。その中で、これからのロボットの技術ですね、そういうものを集約していきたい、そういうふうに考えています。で、さらには再生エネルギー、水素エネルギーの基地、これを福島県の方から浪江町が適地だということで容認をいただきましたので、これから水素エネルギーの基地をですね、作っていきたい、そういう形でこの復興記念公園の周辺の町づくりを進めてまいりたい、このように考えております。どうか皆様方のご指導ご支援をよろしくお願い申し上げながら、ご挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。この伝承ということをですね、一体どうやって考えていったらいいだろうかと。で、さらにその背景には当然そこには子どもたちということもキーワードとして挙げられている方々が大勢いらっしゃいました。ですので、海外を含め、そしてまた次世代に対してですね、どうやってその私たちの経験とか思いとか、をですね、伝えていったらいいのかと。この点についてまず一つは皆様方のご意見を伺いたいと思っております。私どもは子どもたちへのですね、伝承ということで、先ほど来から出てます田植え踊りですね、これは五穀豊穣大漁祈願祭ということで、2月の第3日曜日に行っております。そういう伝統的なものをですね、やっぱり引き継いで行っていただいております。震災まもなくそれを再開いたしましてね、伝承するようになってまして、ただ子供さんがですね、女の子が男の扮装するわけですよね。で、そういう子供さんが小学生に限られてたんですけども、やっぱりいなくてですね、幼稚園の園児からもやってるという、そういうふうに伝統を受け継いでるわけです。で、これはですね、やっぱり絶やしてはならない、そういうことだと思います。で、それから先ほど直林先生からいろんな形の語り部 NPO、そういうふうな伝承するためのシステムですね、それをやっぱり連携化する必要があると、システム化する必要があるというお話で、全くその通りでして、私ども語り部郡町に避難している方がですね、浪江町の語り部組織を作りまして、これフランスまで今行ってます。浪江町の消防団の、なんて言いますか、活躍ですが、先ほど話申し上げた津波の時の活躍の場面なんですけど、それは紙芝居から始まったんですけどね。で、それをレコーディングして、その語り部が語るような伝承的なものもやっております。それが子どもさんも、ね、影響を受けて、そういうようなものを習っているような状況になってきております。で、そのようこのようにですね、やっぱり伝承されてきているものを、特に子どもたちにやっぱ繋いでいかなくちゃならない、次の世代に繋いでいかなくちゃならないと思うんですね。
でこれはやっぱり私どもの浪江町の宝ですので、ぜひそれは守ってこれからも支援していきたいなと、まあ、このように考えております。はい、文化伝統文化のね継承というのはこれは私ども祖先の永遠と築き上げてきた積み重ねてきたもんですからね、これはずっと守っていかなくちゃならない義務があると思います。でこれからやっぱりそういう伝統文化をね引き継ぐために、まあ、今まで震災前にもやってましたけれども、まあ、一堂に会した伝統のあるいは芸能ですね、伝統芸能のような集まりをこう持ちたいなということが一つ、それからもう一つはやっぱりいろいろ、私どもの町民の方々ね広域的に避難してますので、やっぱりいろんな形で発信を続ける、それは全国に支援してくれる方々がいっぱいいらっしゃいますので、そういう方々と一緒になって活用しながらですね全国に発信を続けてこういきたいということで、これからもですねいろんなイベントには参加させるようにしていきますので、よろしくお願いしたいと思います。